の炭焼きの味はしや。老舗ですな。ご飯をよくかき混ぜて、いただきます。大変だって分かってたんですけど、やりたいことは、やりたいなって思います。うん？そのため、限られた時間を有効に使う仕組みも。あら、開かない。取り入れているのは、パソコンを使った囲碁の研究。あ、いいね。人工知能が、局面の良し悪しを読んでアドバイスしてくれるので、自分一人でも、三重県自動商店そうだったの？いつやろうな。昔だよね、多分。あーいやー取れねー。あ、取れた。どうなってんどうなってんだこれは。よいしょ。さあ、だって、ああ、お吸い物があるか。お吸い物をどうしようかな。作るお吸い物。粉山椒でしょ。たくあんでしょ。あれ厳重だな、おい。どうなっとる。え？何それ。ああ、子供が埋めたわけね。どうするだよ。お吸い物作るの？作ろうか。ご朱印ですか。いただきます。何ご朱印って何。あ、お城か。なんで。なんで名古屋通常じゃない。ご乗員というものを探してきたんですけれども、はい、ございます。あ、本当ですか。こちらでございます。これがご乗員なんですね。なんじゃりゃ。名古屋城のご乗員には城の名前と徳川の家紋三つ葉葵がデザインされています。ご乗員は参拝の証であるご朱印とは違い、城を訪れた記念品として300円ほどで販売されています。この御城印、この日もご覧の人気ぶりです。ふっくらですね。色鮮やかだし、登場したという記念で、家紋がいいですね。他にお土産を買わなくてもなんとなくこう来たなって。岐阜県から訪れた、こちらの女性。全国200人の親戚として作るグループ、シロガール隊の隊長、高田晴美さんです。取り出したファイルには、各地のご乗員が。なんだって。今、城好き女子の間でも人気だといいます。なんだって。お城がこうプリントされてたりすると、それはそれでまたちょっとテンションが上がるというか、嬉しくなるかなと。こういうご乗員のあるお城を探していくっていうのも、一つの、趣味としてはいいんじゃないかなと。このご乗員、来城記念碑や城御朱印とも呼ばれますが、ここ数年で始める城が急増。今
今回取材しただけで城の数は30を超え、バリエーションに富んでいます。その先駆けと言われているのが国宝松本城です。こんにちは。この歴史を訪ねてみると、平成3年頃かなっていうふうに言われています。とっても新しいよな。昭和にはやってなかったんでしょう。30年ほど前にいた研究員が御朱印をイメージして作ったのではないかと言われています。息の長い人気の源はこの朱色のマークです。これは一体何なのか。案内していただいたのはお城の隣にある博物館が絶対にあの元にしたああ城主松平家の花押をまとめた100年以上前の貴重な資料。花押は今でいうサインです。この中にある第20代光行の花押が鮮やかな朱色で御城印に再現されています。なんで20代？これがかっこいいとお城ファンの心。どこ？御城印の販売を始めたお城がこちら、岐阜県の郡上八幡城です。知らんぞ。いい担当者の小木戸正史さん、松本城の人気を聞きつけ3年前から販売を始めました。こだわりが国民さんの月の見逃しを使って地元伝統の見逃し、さらに出来栄える城主の家紋をあしらい華やかに仕上げました。いっぱいスタンプがかわいい。金と朱とそれから黒と和紙が綺麗だしと思って。さらに地元企業と協力して御朱印帳ならぬ御城印帳も作りました。透明のポケットになっていて、御城印をチケットなどと共に保存できます。恐ろしいだ。5月からは新しい元号令和に合わせてデザインも一新。書体も矢場城らしい力強いものに変えてさらなる人気拡大を狙います。一度あのいらっしゃった方でも、また次、まあ、令和の年になってから、あの足を運んでいただく、来ていただきますので、なるほどね。風景を見るついでに、まあ、来てほしいなと思っています。新たなブームを巻き起こしている御城印、皆さんもその魅力に触れてみませんか。その土地ならでは、そこにしか手に入らないっていうプレミア感がすごくいいですよね。和紙を使ったものもね。そう、ね、びっくりしましたね。なんか見返すたびにタイムカプセルみたいに、ね、思い出がよみがえりそう。でね、NHK 通貨放送局にもですね、はい、この御城印を集めているという記者デスクが、はい、今日は借りてきました。身近に。こちらに、はい、なんだあれ、県内でない。2つともデザイン違いますね。そうなんです。城跡と松阪城跡が。後で本品もらえるの？デザインが違うので、これはコンプリート。どこでもらえるの？で、この2つのお城の跡の他にも、どこでやってる？こんなの。事務所なんかあったっけ？通常の御城印130枚も
どこにある？管理事務所みたいなところでやってんのかな。こうこう。いいね。ここに高気圧ですね。ここに高気圧ですね。その間っていうのは気圧が低いんですね。で、気圧の低いところっていうのは雲が広がりやすい。そのために今、雲が多くなっているということですね。で、明日朝の予想ですが、絶対には気圧が高いところに覆われる。まあ、この辺りもこう、高気圧ですね。気圧が高いところに覆われて、日差しが出ると。で、南の方に低気圧があります。これは低気圧に伴う雲も、まあ、これだけ陸地から離れていますから、かかることはほとんどないということですね。そのために日差しが、戻ってきたんですね。で、上空の気温が平年よりもやや高くなります。この平年よりもやや高いのと日差しが加わって、最高気温が27度まで上がるところが多いです。27、8、はい。そして、27、8?やばいな。そうですよね。雨はどうなんでしょう。この低気圧がどっか高原にもやってる。